これは何川ですか？江戸川。また見てくださいよ、この木陰すらない感じ。こっち岸にいるかとか向こう岸にいるかとか、大体岸見れば護岸が整備されてるかされてないかですね。自然に近い状態、土が多いようなところが魚つくん でこの川だと運よくこっち側が足も多いし、全然遠いですけどね、よくわかりますね。ただね、多分ちょっとだけ敷石詰めてあるかな。向こう岸は釣ってる人がいる、はい、あれ濃いですね。あ、もうわかるんだ、はい、すげえ遠いですけどね。これが敷石ってやつか。足が生えてないといけないんですよ、あの辺から多分足になってる。本当に一人の遊びですよね。そうですね、今日一人だったら茨城からここまで一言も喋ってないですよ。中にいいですね、こういう足とか葉っぱを食べる魚なんで、はい、食べてる跡がないかを探していきます。足って水の中にも入ってるってわけですか？そうですね、時々水かさが増えたりするとそのタイミングで食べるってことですか？はい、食べられた足を探していくような時間ですか今から？はい、魚がいる場所を探してる感じですね。魚を探す、来た、もじゃもじゃのとこ歩くやつ来た。ちょっと浅い。はい、白坂さん、どこー？あぐれましたよ。噛み跡も残んないぐらい食べ尽くされてる感じですね。え、魚が口届きそうなところに全くないです、葉っぱが食べ尽くしちゃってる。これ多分作りかけかな。中にカバキコマチグモっていう毒グモが住んでるんですよ。この中で卵を産んで、生まれてきた子供に自分の体を食べさせて育てるっていう。